皆さん、最後のニアピンホールです。さあ、なのに誰も乗せてません。なので、このホールは全員で乗せたいと思います。頑張ります。とか言って左のバンカーでも気合は見られましたよね。絶対めちゃめちゃ見れました。右の木が気になる、木が気になる。左のバンカー方向狙いで行こうかな。やばい！おお、きゃあ！ちょっと待って、見えなかったな。なんか一回出たんですけど、あの跳ね返ってキックしちゃったんで。なんかもう見どころゼロじゃん。見どころしかないよ。練習しろよって話ですよね。落ちを毎回。あれ、あれ、ありましたよ。ありましたよ。ありましたボール。よかった。セーフですね。ナイス。よかったよかった。セーフです。全然あります。残ってます。うん。ちょっとダフり気味。お、やばい。来た。乗った。すいません、ありがとうございます。なんかもう謝りたい。もっといけ、もっといけ。あ、受けてんのかな。うん、受けてます、多分、ね、転がるもん。もっと転がるかと思ったのにな。じゃあパターンの方がいいと思います。パターンいきます。スラ、スラだな。受けてる。スラじゃない。あー抜けちゃう。ナイスタッチ。OK じゃないですか。いやちょっとね微妙になるね。せこいのでパターでいきます。安全に行こう。安全に。もうね、男気で。お、ナイス。次。あらがたいのことが好きすぎる。ごめんなさい、近づいちゃって。手本見せますね。お願いします。左ですか。右に見えるけど、私には上から普通に長いです。ここは左の方です。まっすぐ。
パーです。グラピース、グラピース可愛かったなと思って、グラピース、まさかガッツポーズではなくヒーズだったから自然に可愛い。後半も2つ目、2回目のパー3ニアピンやったんですけど、乗らず、誰も乗らないっていうね、ちょっとね、大丈夫か、難しいんですよ ね、 ね、ちょっとね、難しいところに全部なんか難点がありますよね。そうそうそう、なんかとさっきのところだと打ちにくいとか、うん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 、結構その戦略性っていうか、あとメンタルをやられる、やられてます、もうぐーさぐさやられてます。そう、なんかビビりながら打つみたいな、超えるか超えないかのいいところにありますよね、うん、そう、ピンがちょっと結構心臓に悪いですよ、うん、これ大変ですよ、リンゴロープンねえ、うん、パー3の攻略が、うん、ってことでもうパー3はないけど、次はパー5ドラコン、お頑張ります。いやー、でもエリポン、もうなんかエリポンにつかね、もうねエリポン全然譲らない1位を、壁がね全然譲ってくれないからね、リポンの壁は高めですよね、ちっちゃいのに高いんですよ、そう一番ちっちゃいのにね、頑張らなきゃですね、よじ登らないと、うん、エリはパーを頑張って取りたいです。あね、あと今のめっちゃ美味しかったよね、うん、なんかさっきから惜しいのばっかなんですよね、なんかもうもう本当になんかもう一筋、うん、なんかもう1ミリみたいな、うん、1ミリ、いや、ほんとほんとそう、ほんとそうね、惜しいな、惜しいわ、頑張ります、そろそろね、ズコーンって入れたいね、うん、でももう、アイスをいただいたのですごい元気になりました。やっぱり女の子って物に弱いんだなっていうのがすごく分かりました。ミヨショット、今200以上飛んだ、200以上飛んだって、うわーすごい、ちょっと私ももう一回お借りしようと思います。さっきやっぱね、当たりね、よかったんです、なんかと慣れたら、すゆきごめんなさい、前を、私もお借りします、300ヤードいいよ、わー、まっすぐ、うわー、ゆきめっちゃいい、やっぱ合ってるわ、買いますやっぱこれだね、多分私のために作られてますか、これはなんか作った方がミスショットをしても、うん、なんかそのあんまりミスにならないぐらいのクラブにしてあるって、そうなんだ、すごい、だからもうあっちゃこっちゃ行くことはあんまりないんだ、はい、へー、なるほど、今綺麗に飛んだもんな、でもやっぱりエリポンの壁は高い、そうなの、高いな、大きいんだわ、大きいんだわ、大きいんだわ、本当に今のは完璧、有言実行、それすらエリポン220飛んでます、いやでも200ぐらい飛んでるんじゃないですか、確かに、私もね、うん、うん、すごい、すごいよ、すごいよ、こっからが重要なんです、振り抜く、止まらない、なんかラッキーショットが多すぎる大丈夫、オッケーオッケー、220ヤードです、わー、すごい、なんでこんなちっちゃい、ここは女子プロ並みですね、プロ、ありがとうございます、小さい体で、
あーちょっと問題ない、うん、全然問題ない、問題ないっす、問題ない、いいですか、うん、いやでもゆきりんもちょっと近づいてたもうね、結構やっぱちょっと近づいてたドッチンコンポがね、ちょっと合ってるみたいですね、うん、いや本当にそう思う、いいね、今日初のちょっと4番ウッド使ってみようかと、お苦手なんですよ、苦手だけど使わないとね、まあ、ちょっとつま先下がってるから少しスライスはすると思うんですけど、ナイス、ね、なんでスライスしないんだよ、でも OK、 ナイス、ナイス、よかった、ナイス、センキュー、ボギーまでは全然寄せます、あ、100ぐらいかな、左フリーなので120残ってます、120、はい、消えた、スリーオンしたいですね、130ぐらい打っても良かったかもしれないぐらい、まだスコア計算してないから怖い、でもほぼほぼ全部ボギーで回ってるので、うんうん、仲良しクエストですね、いやだー、甘い、甘い、ぴったし45、お、45、はい、いやーでもなー、いやー怖い、45とか51ちょっと怖いですよ、そう、あーなっちゃったじゃんって音が今いいね、流れてます、いい音だね、いい効果だねそんなこと言ってたら私も、芝が深いですね結構、はい、やばい、なんで左に行った、本当ラフでだと思います、あ、結構距離はいい感じだった、ね、珍しく30ぐらいか、これってグリーンこうなってます、こうなっててこうなってるんでこっち、右狙った方がいい、はい、右狙ってるつもりなんですけどね、結構右向かないとですね、ここのラインも安全に攻めればピンをちょっとスライスラインなんですけど、あ、もうね、目玉は左を行かない方がいい、はい、むずいね、これでいいと思いますか、ちょっと弱いかも、弱いかな、いつもの感じだと弱いかも、うん、お方向です、あ、止まって、ね、あ、いいよ、いいよ、入る入る入る、まっすぐでいいですよ、はい、うん、まっすぐでいいよし、ボギーよかった、よかった、
私の目標は7に行かないっていう目標もちょっとあるんです。影目標。ああ。7にならない。7にならない。せーの、エイポンが見たい人はチャンネル登録と高評価、そしてコメントよろしくお願いします。お待ちしてます。イエーイ、お願いします。書いてねー。